仙台山形鹿島浦和大宮 FC 東京、川崎横浜 FM 湘南新潟清水岩田名古屋、京都 G 大阪 C 大阪神戸広島2010年 J1 チームの所在地この項目では2010年シーズンの J リーグディビジョン1について述べる。2010年シーズンの J1 のクラブは以下の18クラブである。このうちベガルタ仙台、セレッソ大阪、 湘南ベルマーレが前シーズンの J2 から昇格した。特になし。3月6日に開幕し、第12節から 2010FIFA ワールドカップ開催のため、約2ヶ月間中断。第13節より再開し、第34節まで306試合が行われた。なお、鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島の4クラブは、 AFC チャンピオンズリーグ2010と並行しての参加となる。開幕から10戦無敗、中断前の第12節までをわずか1敗であった清水が、首位に立ち、鹿島や名古屋、浦和などが上位を狙う形で、W 敗による中断期間を迎えた。中断明けの第13節から第16節までは、前年王者、鹿島が首位に立ったが、第17節で名古屋が、 シーズン初の首位に立つと移行首位を維持し、第31節で湘南に勝利し、3試合を残して初優勝が決定。J リーグが1シーズン制に移行した2005年以降、最終節前に優勝が決まったのは初めてであり、最終勝ち点72、2位との勝ち点差10はいずれも史上最多であった。W 背後に各主力選手が、 海外移籍したチームはそれぞれ名案がくっきりと分かれた。まず上位争いは共に後半戦に入って調子を上げた g 大阪、J1 復帰1年目で、香川真司がドイツへ移籍した CE 大阪の両大阪勢が2位。3位に入り、AFC チャンピオンズリーグ2011出場権を獲得。J1 昇格初年度のチームが ACL 出場権を自力で獲得するのは、 史上初、4連覇を狙った鹿島は、敗戦や失点の数が最小ながら、こちらもドイツへ移籍した内田篤人が対談した影響か、中断明けの第13節川崎戦以降は2連勝が関の山で、名古屋の優勝が決まるまでの間は8引き分けと、勝ちきれない試合が重み4位。ただし、天皇杯で優勝して ACL 出場権を獲得した。 海戦戦では、クラブ史上初となる3年目の J1 に臨んだ。京都、11年ぶりの J1 となった昇格1年目の湘南が開幕からゼフ不調に陥り、早々都会2つをこの2チームで埋めることになった。共に4試合を残した第30節に J2 降格が決定。特に、湘南の年間3勝、総失点82、リーグ戦21試合連続未勝利。 特殊点差マイナス51はいずれも J1 史上ワースト。残り一つの広角枠は山形、大宮、岩田なども交えて混戦となり、最終節に仙台、FC 東京、神戸の3チームが可能性を残した。最終節は16位の神戸が裏に、勝利、14位の仙台が川崎と引き分けて残留したが、イタリアへ旅立った。 長友優都を失った15位の FC 東京は、京都に敗北して16位に転落し、最後まで長友の穴を埋められなかったのに加え、7月28日の第15節から9月25日の第24節まで勝ちがなく、シーズンを通じて連勝が一度もなかったのも致命傷となり11年ぶりの J に降格が決定した。最終更新は2010年12月4日の、 試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。1代90回転ハ配全日本サッカー選手権。大会優勝クラブにも AFC チャンピオンズリーグ2011参加資格が与えられるが、同大会優勝クラブが J1 リーグ戦上位に入った場合は、リーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられる。 2010年12月4日出展 J リーグデータありがとうございます。